記号 PR 記号開き括弧ワシントン河本浩太閉じ括弧ペンス米副大統領は19から23日、エジプトとイスラエルなどを訪問する。ホワイトハウスが明らかにしたエルサレムをイスラエルの首都と認定、テルアビブの大使館を移転するトランプ政権の方針を説明した上で、中東和平交渉に引き続き関与する姿勢を強調する。ペンス氏は20日にエジプトのシシ大統領と会談。21日にはイスラエルのネタニヤフ首相と会談するほか、イスラエル国会で演説する予定。23日にドイツ経由で帰国するパレスチナ自治政府のアッバス議長との会談も模索したが、首都認定方針に怖く反発するパレスチナ側が拒否した。米上院では賛否同数となった場合、議長の副大統領が決裁票を投じる。ペンス氏は当初、16日からの中東訪問を予定していたが、政権が推し進める税制改革法案採決に備え出発を延期していた。週明けとみられる投票がずれ込めば、訪問再延期の可能性もある。